カプラーの外し方はここに2箇所穴があるんで、ここに細いないマイナスドライバー、正面ドライバーみたいなものをプスッと刺します。刺してもう1箇所、これ刺し、2箇所刺して、で後ろから裏からこう持ち上げるような感じ、こうするとシュッと取れますんで、こんな風にして外してください。ちょっと作業しやすくなります。まあ、こんな感じです。巻きピンのところに刺していきます。